あとはアクセントもまあいいとして、次は抑揚ですね。抑揚って英語で何て言うんだっけ？イントネーションですね。イントネーション。イントネーションはやっぱり大事ですね。日本語はすごいイントネーションが少ない。まあ、厳密に言えばちょっとあるんですけども、まあないですよね。だからまあ難しいですよね、イントネーションつけるには。抑揚だから、まあその、どこの言葉を強調するかとか、ごめんなさい、どの単語を強調するかとか、自分の中で決めてれば、まあ、対応できるんじゃないかなと思う。この Friends, Romans, Countrymen, Lend me your ears. とか言うと、耳貸してくれ。Lend me your ears. って言うと、もう何言ってるかわかんないとか。Nobody knows what you're saying. だから、So, Friends, Romans, Countrymen, Lend me your ears. とか、大げさなぐらい、ちょっとこう、どこにアクセントを持ってくるかっていうのを意識すると、もう本当に抑揚ってすぐつくと思う。I can't bury Caesar, not to praise him. まあ、大声出すってことじゃなくて、I can't bury Caesar, not to praise him. とか、I can't, だから、わーってフラットに行っちゃうと、I can't bury Caesar, not to praise him. I come to bury Caesar, I come to bury Caesar, not to praise him. Come, ですね。失礼しました。 I come to bury Caesar, 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 not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often interred with their bones, so let it be with Caesar. まあ、よく アクセントつけすぎると、まあ、今みたいにちょっと、なっちゃうか、もうちょっと流れるようにね、fluent にスピークするのは、it's pretty difficult なんですね。